俺の区間は AWM。 はいどうもスコルです。今回はですね、ちょっとですねコアコードの方にデータ更新の方がやってまいりました。イベントの方を見ていきますと、こちらのようにですね、ちょっといろいろあるみたいな風になっているわけなんですよ。ウォーミングアップとか夏祭りとか、今回はこちらの内容についてまとめていこうかなと、はい、いう風に思います。それではやっていく。はい、そんな感じで、話していこうかなというふうに思うんですが、まずですね、一つ目がこちら、夏祭りウォーミングアップっていうのがありまして、6月30日から4月のですね、9日まで、その通常バトルでキルを取ることによって、ミッションがクリアできますよっていうのがございます。一番最後、下の方に、15人撃破したら、夏の秘密パックっていうのがもらえると、夏イベントの限定アイテム、4月の9日10時に発表というふうになっております。金枠のパックになっておりますので、新規のそのパックが実装されて、それを普通に回すことができるみたいな、そんな感じかなというふうに思います。ワンチャンそのコラボ専用のパックかもしれないなっていうのは思うんですけれども、今東京グールコラボ期間中なんで、コラボ期間中に他のコラボの話を普通するかっていう、もしもその東京グールコラボが微妙だなっていうふうに思っていて、その次のコラボの方がいいなって思っている方がいらっしゃいましたら、東京グールコラボ課金しなくていいよねっていうふうになっちゃいますんで、そう考えたら相手企業にとってマイナスがありますから、あんまコラボの告知ってのはここにしないのかなと。普通にパックが出るのかなっていうね、シーズンパックみたいな、そういうのが出るのかなっていう風に思いますんで、それの告知かなという風に思います。なんか光の石パックみたいな、そんな感じですね。はい、あるのかなっていう風に思います。でも金枠だからな。金枠のパックってでもこれ珍しい。過去で言うと銀玉コラボとかもですね、こうやってね隠した状態でパックが実装されたこともありましたんで、銀玉コラボの例考えるとコラボの告知でもおかしくないのかなっていう風には思いますね。そしてこれ一応ですね、ボーナスの方7月の9日まで受け取ることができるんですけれど、10時に発表されるのであれば4月の9日限定でこれ無料ガチャ引けるんですよね。はい、なんで4月の9日限定でこのパックの方が無限に開けられるっていう状態になりますんで、9日が楽しみだなといった感じです。はい、いつまでできますね、9日限定。はい、でプラスこちらですね、告知の方出ております、荒野夏祭りの方ですね。はい、9日からいろいろ始めますよみたいな、10日か、7月の10日からいろいろ始めますよといった形になっておりますね。はい、一番がなんかそういうリュックですね。はい、リュックの方がこうやってですね、なんかもらえるみたいな、もらえるのかガチャなのかわかりませんけれど、そういうのがあるっていう感じですね。夏祭り願掛け、七夕みたいな感じのイベントまたするんですかね。はい、で2番、夏祭り特典ですね。はい、特典っていうのがありまして、89式のなんか珍しい見た目のやつが出てますね。でもデザインはいいんですけれど、所詮89式ですからね。特典ってなってますんで、6日まであれなんですかね。そういうですね、ログインボーナスとかそういうのがあるんでしょうかね。はい、といった感じです。で、7月の10日から、23日までですね、夏祭りかき氷っていう風になってますね。かき氷、これスカーのまた新しいスキンが出るんでしょうね。かき氷イベント。14日間ですね、するイベントみたいなんで、かき氷、でもこの見た目だったらレジャーとかが来るんじゃないですか。で、24日から7月の6日まで、夏祭り花火大会っていうですね、こういうのも来るみたいですね。パラシュートスキン。ここら辺なんか、配布かなとも思いつつ、3番とか4番に関してましては、ガチャかなっていう風に思う部分もありますね。3番が金枠で、4番がその、買い切りのガチャみたいな、そんな感じかもしれませんね。で、5番が、8月の7日から20日。これちょうどガチャになってますね。夏祭りミニゲーム。14日間なんですよね、これ。14日間。3、4、5が14日間なんですよ。これ14日間って何を意味するかわかります？ 3、4、5。14日間、例えばですね、今回の東京グールコラボとか、いろんなコラボがありますけれども、すべてのコラボ、14日間なんですよ。これもしかしたら、3、4、5で連続でそのコラボを売ってくるっていう、その可能性はちょっと考えられますよね。はい。3、4はもうなんかアイテム出てますんで、ワンチャン5がコラボなんかなっていう、ワンパンマンとか、そこを考えますと、こちらのですね、夏の秘密パックもコラボ関連かなというふうに思うんですよ。普段ね、僕らが受け取っているような パックっていうのは、例えば光の石パックとか、あそこら辺のパックに関しては、あれ、オレンジ枠なんですよね。シーズンパックもオレンジ枠です。でもこれ金枠なんですよ。はい。金枠っていうことは、金券のガチャか、そこら辺が、パックとして隠されているっていう、その可能性は十分にありますね。そうなんです。いつものパックは金枠じゃなくてオレンジ枠です。例えばこのバトルパスの方を開いていっても、交換見ていくと、これわかります？オレンジ枠なんですよ。こういうパックってのは、普段オレンジ枠なんです。でも金枠っていうことは、これ隠されている中身が実際ね、金券ガチャの可能性が十分に考えられますんで、そう考えますと、3、4、5、どれかで、
まあまた違うコラボレーションイベントが待っているっていうのは考えられるかなっていうのは思います。コラボじゃなくても、まあ金券ガチャが隠れている可能性ってのはありますんで、まあこの今のうちにパックの方を増やすっていうのは、まあ優秀なのかなというふうに、まあ思いますね。はい。で、6番が夏祭りスタンプみたいな服が隠れてますね。でもこれ10日間なんで、まあ11日間か、コラボレーションではないと思います。単純にそのログインボーナスとか、まあいろいろミッションをこなすことでいろいろ手に入りますよっていうのが6番かなって思いますね。まあ今回注目するべきは3、4、5です。まあ、ここら辺がものすごくその熱いイベントになってくるかなというふうに思いますし、まあガチャの方もいろいろあるのかなというふうに思います。まあちなみに今回のバトルパス、こちらが8月の6日に終了いたします。はい。8月6日終了ですので、ワンチャンその5番の方に関しましては、そのシーズンパックの可能性もありますね。シーズン13パック。まあ、ここら辺の可能性というのも、まあ十分考えられるのかなというふうに思います。はい。といった形ですね。まあ、ただ14日間っていうのがすごい引っかかる部分で、コラボっていうのはものすごい考えてもいいんじゃないかなっていうふうな部分はございます。はい。で、ここでちょっとした検証の方をしていこうかなというふうに思います。その検証というのがですね、まあ、こちらの夏祭りウォーミングアップのこのパックの方ですね。まあ、同端末制限とレベル制限がないかどうかっていうのをちょっと今から検証していこうかなというふうに思います。とりあえずですね、まずこのキャラクターの方で、まあ、ルームですね、ルームの方に入りまして、まあ、多分、ルームでクリアできると思いますね。この通常の15人撃破。まあ、ついでにそのルームでクリアできるかっていうところも検証していきましょうか。はい、そこら辺ちょっと一度検証してみようと思います。とりあえずこのキャラでルームの方入ってきますね。はい、というわけで、ルームの方ですね。入っていきたいかなと。はい、こちら、いうふうに思います。はい、入っていきますね。これで、OK と、これでまあ、開始していきます。OK です。これで、まあ、15キルしましたんで、まあ、自害していこうかなと、はい、いうふうに思いますね。これで、自害 OK です。これでまず、カウントされるのかどうかですね。あ、まあまあ、赤丸ついてるんで、カウントされてますね。うん、されてます。まあ、これで、まあ、受け取りが可能と、こちらでね、夏の秘密パックの方も受け取ることができると、だ具合ですね。はい。で、ついでにこの40人撃破のやつも受け取って、これね、限定ガチャイベントのやつも受け取ることができると。割かしこれ、できることありますね。割かしできることありますね。はい。で、こちらの方受け取ってから、まあ、一応回しておきましょうかね。これ、開けれる？夏の秘密パック。え、開けれるくない？これ。さすがに開けれないか。全部使用するこれ押したらさ、開けれるときあるんでね。いけるかやってみようか、試しに。あ、押せないわ。うん、さすがに無理っすね。うん、まあでも、中身、金枠だからな。そう、パックってこんな感じでね、オレンジ枠なんですよね。まあこれちょっと形違うんであれなんですけれど、オレンジ枠になるんで、普通は違うんですよね。うん。で、こっからですね、まあまずその、ルームの方で受け取れることはですね、まあ証明できたと思うんですけれど、まあプラスですね、まあ同端末制限がないのか、そしてまあレベル5アカウントでもことができるのかどうか、これを試してみようかなというふうに思います。はい、というわけで、キャラの方を作ってですね、早速入ってまいりました。こちらのキャラの方でもですね、まあルームの方に入っていって、まあ、15キル取ってですね、先ほどの謎のパックの方を入手できるのかどうかですね、やってみようかなというふうに思います。いや、あれね、割かし、皆さん暇がある人はですね、増やしておいた方がいいと思うんですよね。うん。金枠だからですね、うん。金枠だからですね、結構大事なものになってくると思うんですよね。はい。普通のパックだったら、オレンジ枠なんですよ。はい。でも、金枠でしょ。で、しかも、その金枠で、その銀玉の時も、その、コラボガチャが事前に配られてですね、まあ、あんな感じで同じように配布されていたんですけれども、まあ、あの時もですね、まあ、そうやって、もらったアイテムをですね、また後で引くことができるみたいな感じでしたので、ワンチャン普通にコラボアイテムの可能十分にございますからね。はい。OK です。同じく15キル取ってまいりましたので、これで自害していこうかなというふうに思います。OK です。これで、まあ、受け取れたら、レベル5未満でも大丈夫ですし、また同端末制限がないという、その証明になるといった感じですね。まあ、早速受け取れるのかどうかですね。これやってみようと思います。てか、まあ、もう受け取れますね。はい。OK です。まあ、こんな感じで、まあ、初期アカウントとかを作ってですね、この夏の秘密パック、取っておくことによって、まあ、ワンチャン金券ガチャが、まあ、回せる可能性というのが、まあ、ございますので、まあ、活用していくといいんじゃないかなと。こちらのね、限定ガチャイベントの方もついでに回して、まあ、ワンチャン勲章とかもですね、取っておくこと、栄光勲章とか、トレーニング勲章も取っておくことってのができますんで、まあ、されてみるといいんじゃないかなと。はい、いうふうに思います。こうやってやっとったら、まあ、キャラクターのレベルもね、まあ、2とか3とかになりますんで、まあ、ついでに、皆さんですね、レベルの方をこれ上げていった方がいいですよ。レベルを5にして、まあ、いろんなガチャとか、またあとですね、今あります、その、東京グールコラボガチャですね、10連無料でもらえるやつ。うん。あれに、その、アンテイクの方にチーム参加させておくことによって、また同じくですね、無料で10連ガチャもらうことってのもできますんで、そちらもついでにこうやってね、レーシングの方を使ってやっていくといいと思います。今現状は、レベル5まで上げる方法、最速は、
公道レーシングとなっておりますので、こちらしていけばいいと思いますね。はい、 OK です。こんな感じでレベルを5まで上げてまいりました。こちらのですね、まあキャラの方だったら、まあレベル5まで上がっておりますので、まあついでにですね、こちらのチームの方に入ってで、まあ、7月の13日にですね、10連ガチャも受け取ることができると。はい。こちらので、ね、パックのミッションもこなしつつ、それもできますんで、まあ、そちらの方も皆さんついでにされてみるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。Twitter やってます。フォロバしろと言われたら、フォロバしますので、よろしくです。TikTok、ミルダム、そちらの2つやってます。ミルダムの方では全てのニサムラライブやっておりますので、ニサムラの恩恵得たいなという人はそちら来てください。あとです、YouTube コミュニティランとミルダムの方で無料クランロゴ作成企画の方をやっておりますので、そちらもよろしくです。 LINE の方で動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくです。サブチャンネルでもぼちぼち料理動画を上げてますので、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。